はいどうもバサラーです、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、東京めちゃくちゃ天気がいいんでちょっとこうやって持ちながら、散歩しながら、撮ろうかなというふうに思っています。今日なんですけれども、先日僕が上げた、動画のインスタ360 1R ですねの、動画をまあ出しまして、そのことについてですねインスタ360 1R のですね方からですね、Twitter で DM を、もらいました。でこの内容がインスタ360 1R を、購入しようと思っている方だったりとか今すでにもう購入している人、にも、まあ、結構、ね、重要な、内容だったりするかなというふうに思ったので今回ちょっと動画を作っています。で最初にまずちょっと経緯についてちょっと話そうかなというふうに思っているんですけれども、経緯としては、まず最初に僕が普通にインスタ360 1R を、購入をしてそれについての、まあ、ファーストインプレッションね、動画を出しました。まあ、開封して、すぐ取りに行くっていうような、動画を出しました。で、その、動画についてはもうちょっと概要欄の方に、貼っておくので、まあ、もし見てない方がいらっしゃったら、まあ、見てもらえばなというふうに思っています。その後、まあ、コメントもついたりですね再生数がついたりとかあとなんか最初の頃とか異常に、低評価ですね低評価がまあすごい増えたりとか、なったりとかあとインスタ360 1R の、アカウントからまあコメントがついたりとかいろいろそういうふうにこう、まあ、わちゃわちゃしていたんですけれどもそんな中、インスタ360 1R の担当の方から、Twitter の、DM を、もらったという感じです。はい、まず最初にインスタ360 1R の、担当者の方の、DM の、内容をちょっとお話ししようかなと思います。はじめましてインスタ360のマーケティングマネージャーの〇〇です。 1R の YouTube レビュー動画を拝見しました。貴重なフィードバックをいただきました。ご使用での疑問点改善点をまとめて伺わせていただけたらと思い連絡させていただきました。ここまではいいんですよね。で誤解を解消し不足なところは改善をしていきたいと思います。バサラさんの意見をぜひ伺わせてください。観点を変えてほしいという意味合いではなくあくまで一度コミュニケーションをとって懸念点を解消したいと思います。コミュニケーションと改善を踏まえた上でもう一度客観的に 1R という製品をレビューしていただければ何よりです。連絡お待ちしております。よろしくお願いしますというような内容でした。最初僕このね DM 来た時にきな臭いなって思っててなんかこの動画を下げろとかあとはなんかその動画について悪いこと言うなみたいなことをすごい言われるのかなっていうふうにまあ思ったんですよね。ですごくちょっと警戒をかなりちょっと最初の方してました。ちょっとね書き方としては僕がねちゃんとレビューできてないみたいな書き方で最初すっごいイラッとしたんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、僕自身インスタ360 1R をまあ購入してますし、まあ、いい使い方ができるんであれば、まあ、ちゃんと使いたいなっていうのはその気持ちが強かったので、まあ、どの点が間違ってたんですかっていう風な、ところからちょっとずつ少しちょっと DM のやり取りをさせていただきました。で結構その内容っていうのが、まあ、インスタ360 1R のまあユーザーだったりとか、まあ、これから購入しようと、している方にまあちょっと影響ありそうなのでちゃんと話そうかなと思います。はい、僕の方から、不満点のところを、まあ、いくつか、向こうにお送りさせてもらいました。まず1つ目なんですけれども、カメラの起動の不安定さですね。あのレビューの中でも出してたんですけれどもなかなかまあ起動が、ね、安定しないっていうのがあったので、カメラの起動の不安定さについてちょっとお話しさせてもらいました。で次が、iPhone での、まあ、出力の不安定さですね。まあ、これがすごい大変だったんで僕自身出すのに出力するのに多分3時間ぐらい、かかったんでやっぱりそこの iPhone での出力の不安定さみたいなのは向こうの担当者にお伝えしてます。で次はもうすでにもうちょっと改善されてる部分なんですけれども、インスタ360スタジオですね。インスタ360から出してる動画って、MB4 とか、そういう風な動画形式ではなくて、独自の動画形式のファイルになっていて、それを編集するのにインスタ360スタジオか、プレミアプロのプラグインを使って出力しなきゃいけないので僕が出した当時ですね出した当時はインスタ360 1R の形式にはちょっと対応していなかったので、まあ、これを早く対応してくださいっていう風なことをお伝えしました。でこれに関しては、まあ、現時点ですね、今収録してるのが2月1日なんですけども2020年2月1日の時点だとすで、に対応したので、まあ、この部分はまあ解消できてるかなと思ってます。であとは、この部分で僕がもう一つ話したのは僕編集はファイナルカットプロを使ってるので、ファイナルカットにやっぱりちょっと対応してくださいってことは要望として、出してます。で次に、指摘させてもらったのが映像のクオリティでやっぱりどう考えても GoPro の、
動画の方がやっぱり現状では綺麗だなっていうふうに思ったので、映像のクオリティが、まあ、上げる方法があるのであれば、教えてくださいってことをお伝えしてます。で最後に、まあ、ここがまあ一番ね、大きなポイントというか、一番ここ致命的かなっていうふうに、思っているのがヒスノイズの部分ですね。ヒスノイズがやっぱりちょっと乗っちゃってるっていうのが、まあ、すごくちょっと問題だなっていうふうに思っていて、ヒスノイズがあるってこともお伝えしました。で、これらについて、回答もいただいたので、そちらの回答をちょっと紹介しようかなと思います。まず軌道の不安定さなんですけれども、この部分に関しては、3月を、目処に今アップデートの、プログラムを開発中らしいです。なので、まあ、3月の、まあ、アップグレードとかのファームウェアのアップグレードぐらいで、軌道が少し改善するんじゃないかなというふうに思っています。 iPhone での出力の不安定さみたいなところに関しては、向こうではちょっと起きてないので、もう一回検証してほしいという回答でした。でここ結構大きいかなと思うんですけども、インスタ360スタジオの、対応についてのところに、返信が返ってきていて、一つは、プレミアが、まあ、対応してますよという話したのと、2月以内に、ファイナルカットの、プラグインも、出しますということと、あと出力でですね、MP4 で、出力できるように2月中に対応するってことも以上書いてます。なんで、まあ僕がね、あの動画の中で、まあ、独自形式なのかよとかも言ってたんですけれども、まあ、今後ね MP4 で出力できる可能性が、多分あれですよね、多分 4K の方だけだと思うんですけど、 MP4 で出力できる可能性があるっていう感じですね。で映像のクオリティに関しては、確かに向こうも見ても、動画の品質がなんか低かったっていう風なことだったので、動画ファイルをくださいっていう風なことになっていて、向こうに僕が、この間撮影した、動画ファイルをですね、提供しています。はい、最後にヒスノイズなんですけれども、ここがねちょっとね回答がちょっと気になる感じだったんですけれども、一つ目は、ノイズキャンセリング、風切り音、暴風風切り音設定みたいなのを、オフにするとヒスノイズ消えるかもっていう風なのが一つ回答として返ってきました。で二つ目なんですけれども、ブラケットが壊れてるというか、ブラケットがの原因なんじゃないかっていうのが、まあ、向こうの中であるらしくて、改善したブラケットっていうのがどうやらあるみたいなんですよ。そちらの、改良したブラケットっていうのを、提供していただけることになったので、それがまあちょっと届き次第ヒスノイズがどれで消えるのかとか、じゃあそれでもし消えたなとすると、既存のちょっと購入したユーザーはそれを手に入れることができるのかっていうことも合わせて、向こうに、ちょっと聞いてみたいなというふうに思っています。はい、新しい、まあ、ブラケットが届き次第ちょっとちゃんと、またレビューを出そうかなというふうに、思っています。でその時にはちょっと映像がね、どうしても僕 iPhone だと劣化するようなすごく気がしているので、プレミアの、プラグインをちゃんと使って一番最高の画質で、ちゃんと出力をしようかなというふうに思っていますし、あとヒスノイズの検証ですね。ヒスノイズが、まあ、通常の状態と風切り音の設定を、オフにした場合の設定と、新型ブラケットを使った場合に実際解消できるのかってことも含めて、検証しようかなと思ってます。はい、取り急ぎ、まあ、僕がね、インスタ360R の、方との、やり取りのことを、紹介させていただきました。今日の内容がですね面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、このね続きとかもね気になる方っていう方もぜひぜひ、チャンネル登録とかもしていただけると僕のモチベーションにつながるのでありがたいです。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。